お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらメガナイトウォールブレイカーデッキの神試合をね、6つね、すでに準備してありますので、そちら紹介していこうかなと思います。もう今回ね、超メガナイト講座になってます。メガナイトでそのデッキに勝てんの?とか、そんな戦い方あるんだとか、あ、メガナイトってそうやって使うんだなっていうのとかを、こう皆さんにね、理解していただければ非常に嬉しいかなと思います。メガナイトね、格上にも超勝ちやすいカードだと僕思ってますので、ぜひ皆さんにもね、使ってもらえたらなと思いますので、早速ね、試合6つね、紹介していくんですけど、えぐいんですよ。6つね、このまあ、LJ スパーキーとか、あとは、まあこのメガナイトロケホーダクプリ。まあ、僕のこのデッキはゴブリンドリルと、まあ、ウォールブレイカーで攻めていくデッキなんですけど、結構ね相手はそういう受けが多いのでなかなかドリル刺さんないよ。で高回転でもうドリルどうせ刺すねみたいな。でロイジェイ LSP マザネクきついんですよ。そうマザネクきついのとか、あとはペッカ工場ですね。やっぱメガナイトって言えばペッカがきついとか、まあ、そういったイメージあると思うんですけど超きついだったり、まあ、このもう、小屋みたいな、いうね、デッキ、まず1個目、上からね、順番にやっていこうかなと思うんですけど、やっぱメガナイトはね、もう大型がきついです、本当に。重量級がきついです。ラバルーンとか、まあ、ゴレダクネとか、エレジャイとか、まあ、スパーキーとか、やっぱ形を組まれる相手に対してね、メガナイトの火力っていうものがないんですよ。まあ、範囲攻撃で火力あったら、まあ、化け物じゃないですか。まあ、だから範囲な分火力がないんでね、じゃあどうやって戦っていくのっていうのを、今回ね注目してもらえればいいなと思います。さあ LJ スパーキーとかまあいないですけどねめったに当たんないですけど、まあ、今回のこのメガナイトにはゴブドリが入ってるので、まあ、それはちょっとねこの大型に戦いやすい理由のうちの一つですね。こうエレジャイとかゴーレもやっぱ釣ることができるので、まあ、こうやって釣りつつ後衛にねメガナイトを当てていくのが大事で、ここはね相手のスパーキーに対してザップをしっかり打っていきます。基本的に この相手のエレジャイの形がゴレとかジャイとかでも基本的に、しっかり後衛にね後衛プラスまあ縦エレジャイ後衛プラスエレジャイとか後衛プラスゴレとかに踏めると理想なんですけど、基本的には後衛をね倒していきます。メガナイトで盾を剥がしたいんですけど、盾を倒したとて後衛が止まらないんですよ。なので基本的には後ろを踏んでいきます。さあこのねもうコウモリを生かした端前優のでザップ持っていくと、で相手がもうコストないの僕分かってます。ここでメガゴ出したらあなたコストないよねっていうので、もうすでにゴブドリ構えて4コスでね攻めていってます。でこのゴブドリもね相手ユニットされたらコストないよねっていうのですでにウォールブレイカー構えててもう飛ばしていきますね。あ、ここはもう序盤のねエリアドを生かしてゴリゴリにね大ダメージを稼いでいきます。でやっぱり重量級本当にきついんですよ。なかなか止めたくても止まらないことが多いんですよ。まあ、だからこそこうやって序盤からねもうゴリゴリにいってます。さあコウモリを生かすような言うのでね攻めてコストを使わせていくと。でこれでね、まあ、僕こんなに攻めてますけど、まあ、2ヤード取られてるぐらいなので、しかもこの相手のタワーねほぼ壊れてるというような感じで、なんかやっぱ守りに積極的になりすぎるのが良くないよねっていうので結構攻めてますね。でまあこっからですね、まあ、今回は相手がね矢の網とかが入ってないので、ぶっちゃけこのロケット押しがね無双するっていうので戦いやすい点でもあります。トリネザップとかでねしばかれるのはあるんですけど、でメガナイトは本当にね早めに出したいんですけど、早めに出してもボコボコにされるだけなんですよ。だからできるだけこういう低コストのユニットとかで他で回すんですよね。他で回してここから後衛に対して、メガナイトを出していくんですよ。でまあ逆サイのスケブとかは適当に受けてあげてみたいな感じで、メガナイトはマジ後衛ですね。で陸受けないのはウォールブレイカーでねこうミニペカお散歩させてカバーさせてあげますよっていう戦い方が重要になります。マジでメガナイトは基本的に盾です。まあなんかその形にもよりますね。メガナイト枯渇なのかとか、メガナイトプラスファイヤーボールがあるとか、例えばポイズンがあるとか、デリバリーがあるとかだったら、こうまたいろいろね、立ち回りがすごい変わるかもしれないんですけど、今回の僕のこのメガナイトザップのね、デッキだと、こうやってね、後衛にメガナイト当てていくのが大事になっていきます。というわけで、続いてね、このメガナイトホグですね。まあこれは僕のコウモリに対してザップであったり、エレキであったりとか、あとは、ダークプリンスがいることによってね、なかなか僕の攻めが通りにくいよって中での、もう激戦ですね。いや、なんか、
すげえいい試合ばっかだったんですね、今回。もう珍しいぐらい。で、ここはちょっとね、相手のホグに対してメガナイトで抑えて、まあ、ぶっちゃけ4ワードを取ってるわけじゃないですか。4ワードを取ってるっておかしいか。相手がメガナイトに対してメガナイトを出したら、ホグ分のね、まあ、コストがあるの4ワードかな。っていう感じで、もう初っぱなからね、ゴリゴリに攻めて、もう、このダメージなかったらなんなら負けてたんじゃないかなっていうような感じの試合流れになっていきます。で、ここはね、マジ、ユーノで受けたいんですよ。ユーノはね、メガナイトのジャンプを無効にする受け方があるんで、多分ね、他の試合だとね、あると思うんですけど、ちょっと今回はね、乗ってないかもしれない。申し訳ねえな。今のはね、相手のユーノ追加がちょっとね、もう僕の防衛方法をいろいろ狂わせましたよね。さあ、まあそういったわけで、ダークプリンスのね、受けとかもちょっと大変。で、ゴブドリはね、攻めでも使える。まあ、ですが、この防衛で使えるっていうのも優秀ですよねっていうので、まあ全く使われてないことはない。最近ちょくちょくね、使われるぐらいの程よいね、火砲がこの前入りました。さあ、そういったわけでお互いね、ロケット星メガナイトっていう、結構言うのもあって本当に形がすごい似てるんですけど、マジでいい。ロケット星最近マジでブームなんですよ。というのも、ロケホいないと大型で勝てないっす。 LJ とか、まあ、ゴレとか、まあ、そういった大型はね、やっぱロケホいないと止まんないよっていうので、ロケット押しも入ってるので、まあ、ロケット押しも結構格上に勝ちやすいカードの一つとかなんではないかなと思います。さあ、メガナイトに対してはメガナイト。で、相手がね、矢の目じゃなくてザップだけっていうのも知ってますので、まあ、お互いこのロケット欲しいがね、鍵になってきますよね、と。さあ、言うのはね、走らせて。言うのマジで、走らせないなら出さないでくださいっていうように、当たり前に走らせてほしいですね、言うのは。もう走るのが当たり前だと思ってください、このカードは。走らないような言うのは出したらダメですっていうので、皆さん使っていただけるとね、いいです。本当に言うのも走るか走らないかとか、もう、なんかそういった細かいところですけど、それだけでね、もう活躍量が全然変わってきます。毎回走らせてください。もうね、スパルタでお願いします、言うのには。で、まあ積極的に攻めていきます。やっぱ中途半端な攻めだけだと、メガナイトで受けられてって回収されるので、もうゴブドリプラスウォールブレイカープラスコウモリとかでね、しっかり。でさ、あ、はい、ごめんなさいね、走ってなかったですね。今のはもう本当に僕のね、ユウノゲーのちょっと未熟さが出てます。マジであんなにユウノ走らせてくださいとか今言ってたのにね。全然走ってなかったな。さあ、でも相手はもうこうね、うまいですね。やっぱり後衛をね、メガナイトで踏んでいく感じですね。後ろからユニットを抑えて、相手がね、ユニットを来たところをメガナイトでガブッと。罠を張るというか、トラップを張るかのようなイメージを持ってもらえるといいんですけど、後ろからユニット抑えて、おいでおいでおいで、間に行ったところをメガナイトガブッっていう。そうすると、自然なカウンターの形ができるんですよね。ロケット押し、メガナイト、コウモリとか。なんか自然なカウンターをね、ちょっと作っていくイメージですかね。で、ここで来たらメガナイトで踏むんですけど、まあここはちょっとね、様子見つつ、お互い様子見してますね、ユニットでね。さあ、気づけば俺の方がダメージリードされちゃる、されてるっていうね。ここもロケット押しを延命したいなっていうので、メガナイトをね、早めに出していきます。で、ホグを抑えるのにゴブドリですね。さあ、で、ゴブリも出していって、相手がね、これザップ使ったことによって、ちょっとね、いい流れが来てます。で、僕もね、ザップとか打ちつつ、マジで、ね、ザップとか積極的に打っていいんですよ。なぜなら、ニコスなんじゃない?なんかザップとか、意外とこうずっと手札に持ってることがあるんですけど、無駄なんですよ。ニコスなので、とりあえず暇になってニコスポイって咲くよりかは、もう積極的にね、攻めでゴリゴリ打っていった方がいいです。さあ、ここはもうね、やりに行ってます。で、メガナイトの横を通るようにウォールブレイカーですね。そしたら相手はドリルも受けないといけないし、ウォールブレイカーも受けないといけないので、まあちょっと攻めザップとかね。全然いい感じにはハマってないんですけど、さあ、でも結構ダメージ入ってますね。さあ、ここはもうね、攻めつつ、もう攻めるしかないです。こうなったらもう、守りに入った方が負けるので、もう攻めつつ、ロケット押しのダメージとかもゴブリンでカバーしつつ、ですね。もう相手も、もうこうなったら本当に行くしかない。時間もかけられてる。ちょっとでもダメージ稼いだ方が勝ち。さあ、で、僕はね、ここはしっかり踏んでいくと。で、ロケット押しも残ってる。で、ドリルを飛ばして、ウォールブレイカーも追加して攻めていく。このホグね、入るとマジでやばいんで、一発ホグめっちゃ高いですよ。400くらいあるんでね。というので、もう積極的に攻めまくるのも大事です。というので、まあ、ゴブドリがね、最後竹取ってる間にウォールブレイカー入って勝ったというね、激戦。さあ、続いてはもう、僕の攻めどうやって頓能鉄器ですね、相手が。まあ、ドリルに対して、バルキリー、あと、ボンバーとか、まあ、ファイスピとか、テスラとかあって。
攻め通んねえじゃんっていうね、いい試合ですけど、もう本当に全ては回転と、もうゴリ押しと、っていうので戦ってます。で、今んとこメガナイトを結構出してるんですけど、基本的には出さないですね。まあ、ここはね、相手のゴブ取りの受けに出していくんですけど、このデッキの場合は、U のゴブリン、ウォールブレイカー、ゴブ取り、ザップとか、そのメガナイト以外がコストめっちゃ軽いんですよ。まあ、だから他で攻めれるんですね。他でもうプレッシャーかけまくって、相手がこう、過剰にね、コスト使ったところをメガナイトで回収とか、後ろからメガナイトでね、形を作ったりとかがあるんですけど、基本的にはもう U のコウモリ、ウォールブレイカー、ゴブドリ、ゴブリン、なんかザップみたいなね、こう周りでね、しっかり回していけると理想かなと思います。さあ、お互い今回ゴブドリデッキというわけで、序盤はやっぱね、このゴブドリ受けが多い、相手の方がね、ちょっと強いというかね、苦しいんですよね。で、まあ相手が意外とコウモリがきついんですよ。ファイスピがあるんですけど。というと、まあ逆に言うと、ファイスピしかないんですよね。なんかこれ変なとこにゴブリン出してるんですけど、これ。あ、本当にごめんなさい。なんか当たったんですね、多分。そう、ファイスピがコウモリの超メタではあるけど、逆にファイスピしかコウモリの超メタがないので、僕は結構コウモリをね、出していきます。メガナイトコウモリであったり、さっきみたいな U のコウモリであったり、もう無限コウモリでプレッシャーを与えていきますね。さあ、ウォールブレイカーでね、とりあえず、相手にね、コースを咲かせ、積極的にというか、まあ、テスラね、届かないような位置に出したいなと思ったんですけど、まあ、結局、ボンバーとかもいるんでね、どこでもいいです。これ、やばいっすよね。マジで通んないの。もう、よく勝ったなと思いますし、どうやって勝ったんだろうっていうね。さあ、で、このデッキはマジ、ゴブドル受けがなかなか大変なので、積極的にメガナイトでね、ゴブドル受けていきます。からのですね、やっぱ U の、あとコウモリがね、ファイスピーナイトいけるっていうので、コウモリ追加。で、真ん中 U のを走らせつつ、で、こういうね、U のとかにバルキルを使ってくれたらいいなっていうので、ドリルとウォールブレイカーとか咲いてるんですけど、相手の受けがうまいのよね。こう絶対ボンバーはドリルに当ててきて、ウォールブレイカーにもテスラっていうのね。さあ。で、相手のボンバー嫌ですけど、まあ、ここはもうね、しょうがないですね、一発。さあ、受けてあげて、ナイス。ゴブリンね、そのよく、ゴブリンの枠、スケルトンでいいですかとか、なんか他のユニットでもいいですかってこうあるんですよ。まあ、ぶっちゃけ他のユニットでもいいんですけど、そのゴブリンの強みは、やっぱある程度の火力があるんですよ。火力高いんですよね、ゴブリンって。まあ、だからこそ、相手のジャイアントとか、まあ、それこそエレジャイとか、ゴーレムとかを溶かせるんですよ。っていうので、意外とゴブリンって、なんか目立った活躍はしてないんですけど、影で活躍してるんですよ。っていうのですごい大事です。あとはディガー受けとかも優秀なんでね。まあ、あとこの U のゴブリンとか、この攻めでのね、プレッシャーにもなります。やっぱこのデッキは、枯渇デッキ、超高回転な枯渇要素がいっぱいあるので、あれ気づけば勝ちと。うっていうね、ちょっと思ってる方も、あ、もうこれ巻き戻しけど、巻き戻しがねえ、おい巻き戻しごめんなさい、それでもうゴブリンの話をしてると、たまたまもう試合が終わっちゃったので、えってね、感じで、ちょっと巻き戻しでね、見ていきたいと思うんですけど、まあ、一応そのゴブリンのね、話を終わらせると、ゴブリンやっぱ火力があるので、メガナイトゴブリンとか U のゴブリンとかで攻めでも使えるし、防衛でもね、やっぱ相手の主軸を溶かすっていうので活躍してます。このそこそこの火力がね、意外と欲しかったりするんですよね。メガナイトの火力ないところをカバーしてくれてるっていうイメージを持ってもらえたらいいかなと思います。さあ、なぜ勝ったのか。本当に。相手のとは2500あって、僕の700なんですけど、ここで相手の攻めと被ったんですよね。しかも、U のとゴブリンだったことによって、U のゴブリン越えね、相手がバルキリーを裂かないといけなかったっていう。やっぱ相手、それがね、スケとかだったら、もしかしたらバルキリーを裂いてくれないんですよ。もうゴブリンだったからこそ、相手はバルキリーを裂いて、しかも攻めとね、ちょうどタイミング被ったことによって、ウォールブレイカーもコウモリもね、バカ刺さりましたよっていうので、言うのはね、結構大事になってきます。さあ、このデッキ、そして次です。ゴブコウモリなので、まあ、あとウォールブレイカー。なので、マザーネクロ超大変なんですよ。もう一生豚が来るんですけど、じゃあ、豚にさせなければいいよねっていう立ち回りがね、大事になってきます。ので、ちょっといろいろ見ていければなと思います。あと、コウモリに対してのLSPもきついです。マジで。LSPやばいんですよね。あと、ロイジェイが止まらない。あとは、メガナイトに対してトリトンだったり、ゴブドリに対してダークプリンスなので、もう本当に、マジで勝てないです。なかなか勝てるのもレアなんですけど、ちょっといい感じの試合だったんで、これはLSPの打撃でゴブリンで投げ取ろうと思ったら、すべてがうまくいかなかったやつですね。
本当に。まあここはザップでさ与えていきますと、マジで低コストで無限に回していきます。でオールブレイカーでプレッシャー与えると、まあ、なぜセパしなかったかは分かんないですね。本当にセパしてもよかった気がしますけど、でダークブリッツとかのプリンスとかの突進は言うのでいくっていくんですけど、これタワー前から出せばよかったですね。キングルから出したことによってもうダークブリッツ守ってないのと一緒っていうね。でここはまあドリルをね、攻めていくんですけど、ここはねあんま攻めすぎてしまうとこのマザーネクロのカウンターが来ますので、まあ一応マザーネクね豚にされるんですけど、まあされたらされたでこれロケット押しとかで回収すればいいよねっていう。でこのゴブリンは相手のトリトン警戒ですね。今相手はロケット押しをファイボで倒すか、まあトリトンで引っ張るかっていう選択肢があったので、僕トリトンで引っ張られたくないなと思ってゴブリンでね警戒してました。さあここはね相手がトリトン抜けてくる、もうねユニット追加します。マザーネクロとエレスピ咲いてるのでこのコウモリがきついよねっていうので追加して攻めザップを打つのが大事です。これ今のザップを打つことによってミリノクリのメガナイトのターゲットが変わるんですよ。ユーノとかコウモリに行ってあのメガナイトが悪さをしてくれるんでね、もうマジで攻めザップを打つか打たないかで本当にねメガナイトのなんかもうワンランク上に行けると思うんですよ。ザップ打つだけなんですよ、本当に超簡単なんでマジザップ打つだけです。で、まあ、ドリル攻めてウォールブレイカーでね、まあ、ここは攻めていきますよね。ファイボとか欲しいんですけど、まあ、ないのがねこのデッキのちょっと辛いとこかな。でさあカウンター来ますけど、これはもうねまたね後衛を踏むイメージですかね。ユニットこういっぱい出して耐えます。でまあここはもう形を作ろうぜっていうので僕はねメガナイト出しましたね。メガナイトいうので、ここは多分コウモリ追加すんのかな、どうなんだろうな。あ、してますね。メガゴの竹を取りたいなっていうので、でドリルも出してるんですけど、もうえぐいカウンター来るなこれ。俺これ守ったの負け試合かこれもしかして。さあですがここね後衛をしっかり踏んでいくと、これ大事ですね。で届いてはないんですけど、メガナイトマザネク、まあ振り向けば届くのでまあしゃあない。一応ロイジャイとかになってくると、あと自分のターンがあともう1000とかしかないので、もう溶かさないといけないんですね。後衛をまあ踏まないとはいけないんですけども、後衛を踏むのを意識しつつもやっぱロイジェイのダメージが入ってしまうと負けるので、まあ、そこのなんかさじ加減っていうのもねちょっと難しいかもしれないんですけど、さあここはね後衛を踏みたいんですけど、後衛を踏んでるともうこのロイが溶かせないんですよ、まあ、だからここはちょっとロイをね溶かしながらのね、さあロイのダメージ入ったら嫌だなっていうのでザップですね。まあ、できるだけ後衛をねもう巻き込んで踏みたいですね。さあ最後はもういろいろねカウンターでぶっ放してグッドゲームというわけで、序盤とかはもう絶対ね後衛にしっかり踏んでカウンターを意識した方がいいです。ですが最後の後半はですね、後衛を踏んでると落とされるっていう時はまあギリギリでねちょっと守れる範囲で踏んでいくのが大事かなと思います。さあ続いてペッカ工場ですね。まあ大本命のリプレイかもしれないんですけど、これ本当にめったに勝てないですねめっちゃなんか綺麗にね行ったんですよ。まあ、これも勝敗をじゃあどこがね分けたのっていう、何が大事なのっていうのでザップです。もう全ては攻めザップですね。でこういうゴブリンはマジ小ジョババのね受けとかユーノの受けとか、まあそういったね軽い受けにも優秀なので結構強いんですよね。さあこれは相手が攻めてきたカウンターなので、カウンター攻めてきます。でここエレキ来るのも分かってたので追加コウモリしてます。これはまあデッキ分かってるからこんぐらい攻めた方がいいですね。本当に攻めっ気大事です。たかが2コスを追加するだけなんですけど、追加するかしないかで大ダメージにつながるかどうかすごい変わってきます。で、これ相手のコジョババね、うまかったんですけど、なんかラッキーでしたね。マザネクに飛び、マジアチャに飛びました、言うのが。だからこれは結構まあラッキーっちゃラッキーなんですけど、この1回のね。で、まあ陸受けないので、ウォールブレーカーでカバーしていきます。陸受け少ないのはウォールブレーカーカバーと。これめっちゃ大事ですね。相手のペッカとか、まあなんかユニットの後衛とか、最初の試合でもあったミニペッカとか、基本的に陸受け足りないときはウォールブレーカーでカバーしていくっていうのを、これも覚えていただきたいですね。できるかできないです。すごい。で、ここもね、マジで、そんな行くんかっていうぐらい言ってるんですけど、で、ここのね、このザップです。これ打つか打たないかで、このユーノのね、突進が入るか入らないか、で、コストを相手に使わせられるかどうかっていうのが変わってきます。で、ここはね、ゴブリン抜けてあげて、まあ、ここドリルは多分小ジョバボの前ですね。これ僕の今のタワー見てもらえればわかるんですけど、2400と3600なんですよ。だから別に右側のこのゴースト無視しても左側と一緒になるだけなんでね、これもう無視して正解なんですよ。これを守られるのが大事です。
で、これ相手ちょっとコストないんじゃないかっていうか、陸受けないんじゃないかっていうので、U の追加してね。これも、やっぱ U のゴブリンだったこそ、完成された形なのかなと思います。攻めでもそこそこに活躍していきます。で、マジェチはね、しっかりコウモリで押さえてあげて、一発も入ってないですね、これ。いいコウモリだ。で、ウォールブレイカー、ステッパーでプレッシャーかけていきようと。で、まあ、こっからね、相手がペッカ展開したので、まずは守らんといけんですね。攻めたいんですけど、同タイミングくらいだったら攻めてもいいんですけどね。一旦これは守らないといけないですね。さあ、しっかりね、マジアチャ警戒のドリル高めにして、コウモリで元返しつつ、で、このメガライトをね、やっぱコジョババとかに出したいんですけど、こう上手いプレイヤーって両サイドが来るじゃないですか。こういう時は真ん中のメガライトで受けてあげるっていうのもすごい大事ですね。コジョババが壊れたっていうのもあるんですけど、真ん中メガライトはね、両サイドのターゲットを取ってくれますんでね。さあ、こっからはもうね、さあ、ゴーストに対して U の合わせていくと。で、相手はゴーストを裂いたから、ドリルでね、攻めていきます。やっぱ、ゴブドリって、相手にね、なんか、ダックプリとかゴーストとかバルキリーとかあると、全然入らないんですけど、それがいないと逆にめっちゃ強いんですよね。だから今、ゴーストを裂いた瞬間に、積極的に今みたいな感じで攻めてますね、ドリルで。で、相手はこの U のでね、メガナイトを完封するっていう。メガナイトが飛ぼうとした瞬間に、めっちゃ遠い位置に、まあ、釣れそうな位置に U の出せば完封できます。さあ、で、ここは多分一回攻めたのかな？俺どうなんだろう？いや、攻めますね。で、もうめっちゃ追加するんですよ。で、エレキ来るの分かってるので U の追加して、ここのね、ザップです。このザップを打つことによって、エレキの竹が変わって一発入ると。で、この U のとこにも相手コストをね、割かないといけないよっていうので、マジアチャもあと許容です。これ大事です。許容。僕あと多分2000と1700あるので、これ残り100と100になるぐらい。スペルで行かれるから300と300に行くぐらいは許容できます。あとこうザップですね。はい、ザップ打つことによってこのロケット押しが生きていくと。もうセミザップを打つかどうかすごい大事になってきますね。ここも受けがすごい大変です。ですがコジョババは止めないとあかんと。ゴーストは無視できると。ただおられないですからね、ゴースト無視しても。でも陸受け足んないよと。ですがそこは全てウォールブレーカーでカバーしていって、陸はね言うの、そしてこの待ち合わせを押せるのにザップ。で相手も攻めザップうまいですね。もうね、でも、お互いね、攻めてるんで、お互いダメージが入ってます。もうこっからは、いや、このまま1でいいな。ファイブザップでは落ちないので、もうギリね、耐えながら。ファイブザップで多分落ちないと思うんですよ。もう攻めながら攻めながら、もうね、もう攻めるしかない。で、右のエレキは無視ですね。残り1000もあるので、っていうので、やっぱ許容も大事になってきますし、攻めザップもね、超大事になってきます。いや、本当にもういろいろ言ってて、すごい難しいかもしれないんですけど、もうぜひともメガナイトはね、皆さんに使えるようになっていただきたいというわけで、ラストね、もうこやこやメガナイトエレジェイ、マザーネイクと、もうすべてきちいじゃんっていうデッキなんですけど、まあこういったデッキにもね、意外と勝ち筋があるので、ちょっと見てもらえたらなと思います。やっぱ勝てるのはね、回転が速いっていうメリットもあるんですよ。相手よりも回転速いからこそ、サイクルをずらせるんですよね。そう、コウモリがマザネクにボコボコにされるけど、ボコボコにされた後の次のコウモリは逆に相手はきついんですよ。対応できないから、マザーネクロが手札に回ってこないからっていうので、やっぱ2周目3周目っていうのが大事になってくるんだよねっていう、まあ、そんな感じですね。ここから多分ユーノカンプすると思うんだけどな。さあ、そうジャンプするタイミングぐらいでホイってね出してあげるとカンプできます。で相手がねこれめっちゃいいトレンドですね。ロケット星処理トレンド、で、トリネを作ったから、あ、君コウモリきちいじゃんっていうので、コウモリ追加したらね、ママちゃん来ちゃいましたね。これザップ打ちたいんですけど、なぜ俺はザップ打たない？おい、打っていく。ですが、ここのトリトンも、うまいよねって。で、このゴブリンもね、入ると思ったんですけど、このオーブンもね、なかなかいやらしいですね。すごい高いんですけど、マジオーブンですらきついんですよ。温度オーブンとかゴブゴブとかね、スペルがないデッキってマジで小屋きついじゃないですか。まあ、きついんですよ。で、対応しないとめっちゃダメージ受けるのに、対応したら、それはそれでもっとダメになるっていう。いや、マジ、小屋はね、きついんですけど、やっぱ対応しないが正解ですね。あれ？嘘です。ゴリゴリに対応しとるやっけ、おい。まあ、ここはちょっと対応と思ったのかな。いや、本当にね、対応してください、皆さん。対応しないときとね、するときの多分あるんでしょうね。状況が。今はね、してます。まあ、ロケット押しとか、遠距離1枚ぐらい出すのがね、理想ではあんのかな。もう、すげえ、これどうやって勝ったんだ、これ。やべえよな。もう、カウンターがえぐくすぎて、さあ、ムートには目がないと。で、このマザーネクロには、舞台にならないね。
ゴブリンでもコウモリでもなんか有能でね、対応していきます。で、マサネクサいたら、積極的にコウモリですね。今回の対戦相手がコウモリきついっていうのが分かったので、ゴブ小屋もオーブンもあるんですよ。エリジェイもある、マサネクもあるんですけど、重たいからね。積極的にやっぱコウモリを攻めて使っていきます。で、ここで追加ですね。で、メガナイトで受けてくるけど、まあ、どっちかは通るよねっていうので、まあ、こういった攻めをしてます。やっぱ攻めてね、自分から崩しに行かないと、守ってるだけだと勝てないんでね。カウンター来るかもしれないんですけど、それを覚悟で攻めて、っていうね、大事です。で、これ、ムートの方になんか、来たらというか、ムート受けるのきついなと思ったので、ゴブリンを生贄にウォールブレイカーとかでね、メガナイトを使わずに小物だけで受けていくっていう、こういう受け方もね、できます。さあ、で、ムートはユーノと小物を含めてザップ。で、まあ、豚はね、来るんですけど、まあ、ロケットして開始すればいいよねっていうね。さあ、感じで、ここはね、メガネと踏んでいきます。で、相手がね、トルネード使ったので、コウモリを追加すると思いきや、すんごい低めに出していくな、俺。独特すぎん？そのコウモリ。なんかメリットあったのかな？いや、本当に、謎。マジで謎。まあ、ですが、一生ね、相手はロケット押し対処できないので、ルエットってみたいな。お前、LG あったんかいっていう。マジで僕負けたと思いました、これ。ですが、ゴブリンが生きていきます。ゴブリンは一発ね、耐えるんでね。で、あと、ザップね。今、防衛で僕、ザップ打ちました。やっぱ、ザップ打つと、その瞬間、相手のユニットが止まるので、それだけダメージ受けずにユニット自分が残ったりだとか、なんかね、もう、ザップ打つだけで世界変わるんですよ。ユニット対決も、自分のユニットがめちゃくちゃ残るようになったりだとか、相手のダメージもすぐ抑えれたりとか、ユニットがやっぱぶつかり合う瞬間にザップを打つと、すべてね、なんか、あれって今までにないような、なんか起きますんでね。でもこれレジェとかさんといけんよねっていうので、もう気合いですよね。で、施設で誘導してあげながら、ギリ耐えていきます。いや、ギリだな。で、ダメージもほぼどんどんですね。で、言うのは走らせたかったんですけど、歩いていくと。で、メガナイトがぶつかり合うと。で、これマジでね、すごいギリギリなんですけど、やっぱ高回転だからこそ戦えてますね。で、やっぱ端前に今ゴブリンとか出してても、メガナイトのね、ワンポイみたいな。でね、ボコボコにされちゃうんで、基本的に後ろからね、流して端前で踏むよっていう。先ほど言った罠を仕掛けるみたいなやつですね。ユニットを後ろから出して端前で踏んであげると。さあ、これはもうね、ロケット押しの拡散でね、意外と耐えれてます。もう無限ロケ砲ですね。で、後ろから出してあげて、後ろ、あ、ここはコウモリは高めか。相手コストないだろっていうのでね、無双するだろっていうので。さあ、メガナイトで抑えてよ。もうここはもう気合で守ってますね。相手がトルネードしかないので、僕はもうぶっちゃけ、相手のダメージ受けなければ勝ちっていう。もうギリギリですけどね。さあ、最後は耐え切って、ザップで勝利というね。まあ、マザーネクロきついんですけど、まあ、マザーネクロ来たら、後ろロケット奉仕とか、後ろユーノ、後ろゴブリン、後ろコウモリからメガナイトで踏んであげるっていうイメージを、まあ、持ってあげるのがね、大事かなと思います。というわけで、今日はちょっと6本、少し長めのね、紹介だったんですけど、いや、メガナイトでも全然勝てるんですよ、大型に。まあ、ロケット奉仕いるっていうのもでかいんですけど、まあ、あとは攻めザップ、防衛ザップとか、本当にね、細かいところなんですけど、ニコスとかの本当に使い方だけでね、世界変わるので、ちょっとね、皆さんの参考に少しでもなればなと、よかったかなと思います。皆さんぜひね、このメガナイトオールブレイカー、僕超好きなので、めっちゃ動画上げると思います。ぜひね、使ってみてくださいというわけで、よければチャンネル登録ね、高評価等もよろしくお願いいたします。では、お疲れちゃんでした。またね。